画面の前の皆様、こんにちは、ゾウです、今回もまったり KOF 実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回も2002アンリミテッドマッチやっていきます。 The King of Fighters。 では今回は裏点数いってみましょう。オーダーストライク。最初は女性格闘家チーム2ですね。では、バネッサ、ヒアスの点数でいきます。最初はひなこですね。ひなこ参ります。ラウンド1。このバネッサは、ボクシングですね。強パンチが、2段式で、その後に直射技の前へ、これも2段式で、全ての番に、キャンセルをかけるという感じですね。しかしかなりの弱キャラというになってますという感じで、結構一つをつなげれるんですかね。飛び出しにいくという技ですね。今はパンチャーアッパーですね。かなり低い体勢から、ダッシュしてアッパーで打ち上げることができます。さあ今、バネッサが若いわねと言ったんですが、一つも書いてあるんですね。下方向に強い吹き飛ばし攻撃、これキックですね。と、当てに食らいました。最後は急にダッシュする、パンチャーアッパーを食らわせました。まだまだ青いわね、若いね。ラウンド3ファイト。やったー、やったー、ドンシャドンシャ。そしたら、判定の強いハリングパンチャーですね。しかもこれ、飛び道具を返すことができます。最後はクレイジーパンチャーを食らします。あら、もう取り入れませんでしたね。ウィナーオーダーストライク。次は、バネッサ VS、ラマのチームですね。ではヤシロ、ケンスバネッサでいきます。さあ、最初はセスですね。ラウンド1ファイト。ペロッペロッ
ットカウンターで、ジェットカウンターを捨てるまでの感じ、ジェットカウンターを捨てる、2からファイナルインボスまで繋げることができます。喧嘩が強い上に男前、軽くいきますか。ラウンド2ファイト、こちらラゴンですね。このヤシロ、2分に、かなり逆転みたいになってますね。私はまあまあ使ってましたが、やっぱりジェットカウンターからジェットカウンターをスティープですね。ここまで来るのはジャンプ強キック、タッチ強パンチ前 A からジェットカウンター、ジェットカウンターを切る、でファイナルインパクトですね。ロパンチ前から、リローバスプレーですね。最後は向こうの、パンチャーパーとこちらの強パンチが相打ちになって、こちらの体力はまだありましたので、勝ちましたね。さあ次はリュウコチームですね。では、ケンス、バネッサ、ヤシロでいきます。さあこの裏ケンス、超球弾がなくなってますね。その代わり突進技の全ヒットという技ほら行きますぜがありますが、かなり近くじゃないとヒットしないので、そこは難しいところですね。思わずリフト強球弾を打ってしまいましたね。空中打ち出番遅いんですが、出てしまえば結構判定が強いので、空対空には持ってこいですね。ラウンド2ファイト、ここをつくのがあるんですが、ちょっと怖いですね。途中割りを、留学祭今日で返します。リベンダーと引かれてしまいました。最後は、ルーチン成功で逆を決めました。今週近距離の強攻撃がかなりデカ遅いので、ちょっとキャンセルが受けにくいですね。特にジャンプ攻撃からのキャンセルは結構難しいです。強パンチキャンセル、パンチャーアッパースターウィングという上半身の敵の大技ですね。
レジーパンチャーが多くなりました。さあ次は97スペシャルチームですね、では、ヤッチョ、ケンス、あ、バネサが先に行きましたね。ということで、ヤシロがスタートですね。ヘイヘイヘイ、ラウンド1ファイト。ハッ、大進歩です。最後は出の速いチャレンジャーパンチを決めました。喧嘩が強い上に男前。あんた、次はブルーマリーですね。ヘッドカウンター、そうですと、中段になりますね。タイプはアッパーキレイです。さあ、サミットキックをガードして、ファイナルインパクトが、間に合いますので。楽しんでる？さあ次は山崎ですね。おっと、さあヒットパンチ前からエラーコード2002を決めました。次は、今日2ですね、ではケンス、ヤシロバネッサでいきます。ケンスここで先制していきます。相手を打ち上げることができます。龍連打、龍連が地流ですね。龍神成功列挙、これで決めました。さあ次は主人公チームですね、ではバンチさん、ケンス、ヤシロでいきます。始めよう、本番よ。ラウンド1ファイト。大したベンダムですね。確かにバネさんには、カイコさんとは言ってくれましたね。
ミノルにグローを受けます。ジョーパンチ前からパリングパンチ。コミットイングルは結構判定が強いですね。タイムオーバーがちですね。さあ、ここダイモンですね。強パンチを打ったところ、電池が出てきましたね。最後、フルミグルで相手の反撃を誘って、シラフなら負けないって言ったでしょ。次は今日ですね。パンチャーアップを下さい。こっちだぜ、ボディー折るんだぜ。パンチャービジョンで近づいたところ、サムキョッチ5くらいになった。ラウンド4ファイト。杖で超球弾を打つ杖がありますね。打つと電子っぽが出て結構めり込んでしまうので怖いですね。新球体から、竜連打天竜ですね。さあ、竜神天武客ラックスを決めます。オリジナルゼロですね。では、ケンス、バネッサ、ヒヤシロでいきます。今回も、ストライカーの連発には気をつけていきたいですね。弱みはつまらないが、せいぜい私を楽しませてくれ。ラウンド1ファイト。サーミットキックで反撃したところ、ライオンが飛んできましたね。悪夢ごとにその程度か。これからがラウンド2。さあ、次はバネスですね。必死よ。反撃したところ、ライオンが飛んできましたね。攻撃しようとしたらライオンが飛んできましたね。その程度か。最後の矢代まで来てしまいました。
神よくよくよくししよ甘いわ最後に落ちたししよこんなもので。さあ最後は魅力パス、ファイナルインパクトでなんとか削り倒すことができました。非常に危なかったですね。ウィナー、いかがでしたでしょうか。今回、まったり KOM 実況、2002アンリミテッドマッチ、今回は3人の、キャラランクでは弱キャラとされる、バネッサ、そして、ウラケンス、そしてヤシロを使っていきました。今回やってみた感想といたしまして、やっぱりケンスとバネッサは、弱キャラの、理由が、なんとなく分かるような気がしますね。ちょっと火力が低いのと、バネッサは火力が低いですね。ちょっと、連動稼働つなげないと結構きついと思います。でケンスは、通常技にちょっと癖があるのが欠点でしょうか。ただヤシロは、私はそんなに弱いと思いませんが、ゲーセンでも結構使ってましたので、全然違和感なく、私は使っていきました。これからも、まったり KOM 実況、どんどんアップしていきたいと思いますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ゆうとこでした。